全日本チャンピオンという肩書きは忘れようかなと思ってます。新時代到来したのかなっていう。いやー苦しかったですね。嬉しい感情よりかは絶対苦しい感情の方が多かったっていうのは間違いないです。全日本王者として臨む覚悟というか、意識はしてたんですけど、夏越えたあたりから全く考えなくなって、なおかつプレーもあんまりその1年通してあんまり良くない大会っていうのが多かったので、まあ、苦しかったですね。第2回の選考会で優勝することができて、そこで次の世界選手権団体戦でいいプレーが連続してできたので、その時期から良くなり始めたのかなっていう、世界選手権の時と比べてなんかすごい緊張したっていうのも、代表っていうよりかはプロとしての責任っていうのをかなり感じることがあって、やっぱり各国のエースが国選にはいるので、まあ、いっぱいでもしたら次使ってもらえないんじゃないかとか考えてしまって、まあ、今6試合やって4勝2敗っていう成績なんですけど、まだ1試合も自分のプレー 100% の力を出し切れた試合っていうのが1試合もないので、なんていうんですかね、ヨーロッパの調整の仕方とやっぱ日本の調整の仕方って全然違うなっていうのを感じて、日本の選手って結構練習量が多くて、試合の前だからこそ結構どんどん増えていったりするんですけど、ヨーロッパは逆にどんどん減っていく感じなので、本当に不安ではありましたね。ここで本当に強くなれるのかなっていう、正直ドイツのブンデスを経験して生かしきれたかって言われるとまだ生かしきれてなくて、初めてこう国際大会で活躍した時に、あ、ドイツ行ってよかったなって思えるのかなっていうのは、いやこの試合に関しては、まあ、不安の中試合に入ったっすね。愛工大の田原さんに勝って勝ち上がってきてるので、まあ、全然侮れない選手でもあるし、まあ、緊張は一切なかったんですけど、まず自分のプレーをできるかどうかっていう不安は正直ありました。まあ、でも結果的に4対0で2ゲーム目競って取れたっていうのが良かったのかな。ダブルが、はい、最初です。ダブルで篠塚田中戦で 3-0 で勝って、まあ、インカレで決勝3番負けていたんですけど、まあ、試合に入る前にすごいこう警戒していたペアなので、それに 3-0 で勝てたっていうのはすごい自信になって、その後のシングルもいい状態で試合に入れたんですけど、まあ、でも自分のプレーを最大限発揮できるかどうかすごく不安だったので、そこの不安がやっぱり大きかったですね。小林に関してはやっぱ上がってきたなっていう、そのインカレ準決勝日大戦で4番宇田が負けて、もうそれを間近で見てるんで、本当に最近強くなってきてるなっていうのを、久しぶりの試合だったの で、まあサーブが上手かったり、ラリーもあんまりミスが少なかったりっていう印象があったので、やっぱり終始サーブに苦戦して2ゲーム目競りましたよね。ジュース別の試合になるんですけど、五十嵐さんと木造さんが2回戦で1ゲーム目から19対17とかまでいってて、五十嵐さんが取ってそのまま3対0で勝ったじゃないですか。あの試合を知ってるんで、僕も14オールから、あ、これこのゲーム取ったら絶対流れのままいけるわと思って、
本気で取りに行きました、あのゲームは。浜田選手もすごいこう執念を感じられる、もうここ最近流れのある選手なので、なおさら負けられないというか、粘り強いんで、すごく競るだろうなっていう、どのゲームも簡単に取れない苦しい試合でした。どこ打ってもやっぱり守備がうまいんで、下がっても粘り強く入れてきたりとか、前でもあの速いテンポでストレートに回してきたりとか、戦術を幅広く使ってくる選手で、もうでも1ゲーム目でこっちから攻めれば結構取れる展開が多かったので、どんなサーブが来てもできるだけチキータに行くっていう、でそこからラリーで辛抱強く打ち続ける、攻め続けるっていう方に切り替えました。最後は全開できてこれ。そうなんですよ、まあ、張本も実質早稲田で大学生じゃないですか、ね、本当にインカレ個人戦をここで開催されてるのかと思いながら戦いましたまあ、最近ここ負けなしで来てるので自信はあったんですけど、まあ田中さんも海外でここ最近勝っていて、バック対バックも上手いので、もうバック対バック執着せずに先に先手取ってミドルやフォアに振ってラリーにするっていう戦術で戦いました。もう台上をあの試合は制せれたので、フォア前にストップされても、あの自由にコートを広く使ってバックに突っつけたり、バック前にストップできたりとか、フォア前だけじゃなくてバックサイドもうまく使えた。途中からすごい落ち着いて冷静に相手を見れるようになったので、相手が逆に台から離れる機会が多くて、僕がこうストップして結構すぐ下がってくれたりしたので、落ち着いてもう一回ストップしたりとかして、かなりストップストップで優位に立てたので、それが本当に安心材料となって落ち着いてできました、もう 0-2 まではもう相手にとことん崩されていた感じがして、なんかバックを、ね、めちゃくちゃ狙われてるなっていうことは気づいてたんですけど、なんでって考えた時に、ちょっと一歩下がってゆっくりこうドライブかけてたりとか、回転系できてたので、3ゲーム目からはもうブロックしてでもいいからとにかく入れる、まず相手の球になれるところから入って、まあ、結果こう7ゲームまで行くにあたってすごいボールにも慣れてきたので、結構大激戦が多くなっていったっていう感じです。篠塚の良さっていうのはサーブが一番の武器だと思ってるので、何が一番相手からしたら嫌なのかなって考えた時に、レシーブでめちゃくちゃ圧をかけるっていう、そこがすごいこう相手にプレッシャーを与えられたのかな、まあ、チキータで最初言ってたんですけど、フォア前に来たボールはもうフォアで取るっていう風に切り替えられたので、それが良かったです。もうバックロングをしっかりこうこっちで強気に回り込んで打てたら、ほとんど出してこなくなって、それが良かったです。もう本当にダブルスとか見てもめちゃくちゃ強かったんで、張本は当たって砕けろみたいな感じで、勝てる自信っていうのも正直そこまでなくて、だからあんなにうまくいくと思ってなかったですね。
ソネ戦も見たんですけど、ブロックしめっちゃしてたじゃないですか、それが多分影響しちゃったのかなって。僕ハマちゃんここでやってて真正面だったんですよ、横谷張本めちゃくちゃ振ってたじゃないですか横谷。でも普通にこうブロックしてブーンってやって最後決めてたし、あんまり横谷と自分攻撃力変わんないのになって思いながら。三冠っていうあれですかね、プレッシャーもあるんじゃないですかね。まあ、1ゲーム目やっていく中でいつも その張本じゃないなっていうのはもう感じて、僕が海外で見てるような張本じゃないなっていうのは今日全然攻めてこないなっていう印象。まあ、2ゲーム目いい流れで入ってったんですけど、結局まあ10-8からアンラッキー2本取られた時に結構ショックだったんで、すごく頭白いあの時点で。まあ、3ゲーム目も本当に我慢のゲームだったので、まあでもこのゲーム取られたら、まあ、今思えばですよ、まあ、負けてもおかしくない大事な鍵となったゲームなのかなっていう、まあ、途中張本がタイムアウトを取ってすぐ僕がゲームポイントを取り返したんですけど、またすぐ取り返されてやばいと思ったんですけど、そのゲームポイントのミスが結構弱気なミスの仕方だったんで、あ、これ振り切ればいけるんじゃないかなと思って。そうっすね、もうチキータ一択かなっていう感じで僕は思ってて、まあ、結果的にチキータして多分向こうのダイレクトミス。なんかそのミスでまだ思い切れてないなっていうのを感じて、タイムアウト取られて、でこのゲーム取ったらもうすごい優位なタッチになるじゃないですか、もうこのゲーム追いついたからには絶対取りたいと思って。もう結構前の話になるんですけど、僕は高校3年生の時に 1-3 からはい、取られ負けてしまったり、 T リーグの個人戦でも3-2 からまくられてしまったり、もうこのゲームで取らないと追いつかれたら絶対もう飲み込まれてしまうから、絶対死ぬ気でこのゲーム勝ち取るっていう感じで。でまあ本当に出だしもだいぶ良くて、自分のプレーも取り戻すことができたので、もう本当にこのゲームはミスも少なかったしすごい良かったです。まあ、全日本で優勝して国内だけ勝てるっていう、そういう思われ方も嫌なので、もう一回背負ったとはいえ、もう一回脱いで、とにかくまだチャンピオンっていうよりかは、日本人選手として世界ランキングもまだ4番手だし、パリのランキングも3位だし、なんか3、4番手っていう立ち位置でやっていきたいなと思ってます。なのでまあ本当にいろんな大会にこれからいっぱい出て、世界ランキングも国内選考もランキングを上げていきたいなと思ってて、まあ、全日本チャンピオンという肩書きは忘れようかなと思って。